ぱ今そのなんだろう SNS の透明性でその、まあ、展示会に出るとかしなくてもみんな個々に発信してるじゃないですか。そうするとあの分母もすんごい増えてるじゃないですか。その今まで見えていなかった人たちが見え始めて、それこそピンからキリまでが見えるみたいな、そういうところも含めて選ぶのも結局基本は変わらない感じですか。そうですね。いやなんかねその選ぶっていうとちょっと、まあ、言い方がおこがましい感じになっちゃうんですけど、そういう縁があった人と仕事するって感じなんですよね。だからそのあと僕スモールビジネスっていう話になるので、10人以内でやるってある程度最初決めたんですよ。あ、自分の会社？はい。だからまあもちろんその大きくちゃんと機能すればもっと増えたりしてもいいと思うんですけど、でやってて、で結構人対人だから最初僕が全てのお店のこうセレクトを考えて、まあ、もちろんお店のコンセプト作りは僕がしてるからそういう風にしてたんですけど、やっぱりそこに例えばその林くんが入ってきて、でまあそのお店のやりたい方向性っていうのは最初はそういう風に決まってたんですけど、やっぱりその林くんがやりたいこと、林くんがつながりたいことをやった方がいいよって言って、人対人だからっていう、はい、だからそういう風にした結果、まあかなりワークしてる感じですね。そうですね。だから全部自分でやろうっていう風に、だからうちの場合組織がなんかその僕が上でとかっていう感じじゃないんですよ。あんまり変わらないんですよね。地位が変わらない。地位がそう、ただ僕は給料払ってるんだけど、でも別にそれはそのなんていうのかな、まあ、例えばそのお店でこのブランドさんやりたいですって言った時に僕は絶対ダメとかって言わないんですよ。で今はもうなんかどんどんこう自分で進めていくし、逆に僕はもうインスタグラムとかから離れていって、知ってる方からの紹介とかそういう方とやってたりとかするし、はいはい、あとまあ年代的にそのこう同じぐらいの世代の人が成長してきてある程度ブランドになってきてるんで、そういう方とまあお話をしてるっていう。だから萌美さんのことも全然僕知らなかったんですけど、林くんがまあこう、うん、あでもねやっぱそこすごい大事。林さん同い年なんですよ、はいはい、でそのカンナさん、大城カンナさんも同い年なんですよ、はいはい、うん、やっぱりそのこの年代っていうかこの年から積み上げていくとそういう状態になって、多分お互い成長してて、はいはい、そうですね、そうできることが変わるっていう、ね、はい、私はこう思います。あるいはこれを聞いてみたいみたいなことありますか、栄光さん。今日愛知県の方からちょっと三木さんの方から紹介を、すいません、ありがとうございます。福岡、愛知です。愛知県の私は本当になんていうかな、結構もう結婚と同時にこの仕事に入って全く異業種から入ってきました。で全く医師もほとんどわからない状態で、妻の宝石店に、田舎の本当に小さな宝石に積むような形で入ってきました。でその時には町の役場さんとか給食センターとかそういうところでちょっと仕入れたジュエリーをお父さんと一緒に販売したり、で1年半後になってお父さんがちょっと体調悪くて亡くなって、さてどうしようって言った時が98年の時なんですけど、その時にちょうど僕隣町に行って営業してみたりとかいろいろこう回ってみたんですけど、全くこうお客さんから信用もないし、まだ20代の本当23の時だったんで、じゃあどうしようかな、どうしようかな、本当に売り上げも、もう結婚してるので生活費も稼がないといけないんですけど、そういう状態になってくると本当にいろいろトライはするんですね。フリーマーケット出たりとか、でも結局ダメ でその時にちょうど楽天とか当時の DNA さんとかヤフーポーチ、これが99年ぐらいからできて、で一度私水晶のイルカのペンダント150円で買ったものを500円で販売することができて、その時のメールのやり取りっていうのが一つのこれお金をいただいてお礼までしていただける、これ一つのビジネスモデルだなと思って、そこからインターネットにずっと注力しました。で2004年くらいまでやっていた時に大体そう全国で2万件ぐらい発送したことがありました。でその関係からいろんなところにイベントが少しずつ増えてきたんですけど、そこにこう出すようになったんですね。で
やはり周りからこういろいろ競合さんとか資金のあるところからどんどん出てくるので、じゃあどうしようという形でどんどんとそのジュエリーからだんだんと本当にスモールビジネスなんですけど素材になっていって、で素材もやはり知る、どんどん知ってくるとやはり海外に行かないといけない、で海外に行くと今まで自分の身の回りで知っていた情報と違っていて、本当にこう現地の人たちが先ほどね森さんが話したように本当に皆さんに、ね、もう研磨する宝石を一つ研磨するにしても、スリランカの人、ベトナムの人、皆さん目の寿命っていうのは大体7年です、うん、それも中学生ぐらいからやっているので、もうちょうど20歳25くらいになってくるともう目もダメになってしまう。そういう人たち、まあ、物もですね、そういう田舎の方に行くとないので、例えばですけど小学校とかそういう息子の学校から預かってきたものをボランティアで出して、でそこでまたこちらの方にも協力してみたり、そういうことをずっと繰り返していて、でやっぱり現地でそういう状態を見て、で他の人たちが汗水垂らしているものを見ると、どうしても自分の功績っていうのが安売りもできないし、その情熱じゃないですけど、どん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 それに引き込まれてるんですね。それを今販売しているので、で、そうですね、このルース、宝石のルースを扱って今だいたい僕は23年になりました。栄光さんがフリーマーケットから始まったというのはすごいなんか衝撃的でしたよ、うん、本当にどこにも出すところがあったんですね。当時展示会はダメですし、もちろん百貨店とかも信用はないので出せませんし、だからコツ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 、でもやはり一番僕のコンセプトを思ったのは、流通とか素材っていうのは流通業なので、自分のところでは絶対止めてはいけない。やはり需要と供給で欲しい人のところに届けるっていうのが仕事じゃないかっていうふうに自分の両親が作ったんですね。だから今だに自分のコレクションは一つもないんですけど、お客さんになるべく自分で止めてるってなるとやはりお客さんはあるんじゃないかって ありますよね、マイコレクションいっぱいある。そうなんですね。やっぱりね、こういろいろ回っていると分かるんですけど、新しくこれからブランドを立ち上げる人とかもう一言アドバイスとなると、そうですね、無理をせずやっぱり楽しんでほしいなっていうことがあります。一緒ですね、あと自分が楽しむですね、うん、自分が楽しむと相手も必ず、お客さんも必ず楽しんでくれるので、この気持ちと、あと基本的に僕は周りにいます。同業者が動いてても、もう自分は、そうなんですか、見ますよ、見るけど、見るけど、やはり自分はこれ以上できないなっていうのは、もうやはり地方都市で田舎なので、今、スタッフもいません、でまだ個人事業です、株式会社も有限会社もしてませんけど、でも今、夫婦2人でずっとやってますけど、でもいつの間にか、こう、いいものを扱いたいなっていうのは、やっぱりいろんな世界中回ってくとね、成田さんもいろいろ香港で場であったりとかあるんですけど、やっぱり一緒にこう海外で回ってる方っていうのはすごく視野がやっぱり広くなると思うんですね。本当そう思いますね全然違います。で僕もいつかこれ欲しいなとか、これだったらお客さんに勧めたいなっていう、そういうふうにやはり流通なので、お客さん、こう顔が浮かんでくるんですね、いろいろ長くやっていると。そのお客さんに届けたいな、喜んでもらいたいな、やっぱりその喜んでもらえることが僕たちにとっては一番の幸せなので、流通としては。ただ、ブランドさんの場合は、僕はちょっとね、その個々で、コンセプトなど、いろいろあると思うので、分からないところがあるんですけど、その流通 の, その素材を提供していく身としては、やはり、何と。きっと栄光さんから意思を変えたくなりますよね。聞いてほしかったり。あ、そうですね。そうですね。そうなんです。そうか。ありがとうございます。なんか他に栄光さんに聞きたいことでもいいんですけど、あと前田さんと成田さんに聞きたいこととか、なんか学生の皆さんはこんなチャンスは社長と話せるか。
が教えた社長と、はい、学生店舗が作ってませんでした最初の頃。あの1階にね、はい、それをそのだから例えば成田さんのお店で学生、はいはい、学生で取り扱いみたいなのって過去ないですか？ないか。ないですね。やっぱ卒業の方が多いんでしょうか。まあでも学生さんでもそうじゃなくても、まあ、クオリティが高ければと思えばいう風なんで、それがおじさんだろうが若い。学生といっても彦はキャリアカレッジもねありますからね。そうですね。だから全然あの持ち込んでもらったりとかね。作品すごいたくさんあって、はいはい、お持ちして、あでもそういう方もいらっしゃいますよ。そこで、あの断られてもそこを踏み込める人は結構100人に1人とか、はい、相当、はい、ただこの、うん、ここもストーリーズで学生さん どうぞって募集して一番もう3分後とかで10分後とかで即決まってて、ね、ここの波に乗れる人はやっぱりこれからチャンスが、うん、なんかそのモチベーションというかアクションを起こすことができる人なんだろうなって今のそのクオリティのレベルで言ったら多分前田さんと比べたらもう全然違うと思うんですけど、そうそう、でもそのなんかマインド的にはすごくなんか有望だなって思って、でもチャンスってみんな平等にあるものなんで、それに掴むための準備をきちんとしとくこと、はい、うん、そうですね、でその時にちゃんとチャンスが来た時に掴めるだけの力を日々つけることが何より大事だと思うので、はい、だからもうどこかに扱ってもらおうっていうのももちろんそれで動くのも大事だと思うけど、見つけてもらうだけの力を持つのが何より大事だと思う。あと断られるのも例えば成田さんに今直訴して断られるっていうのもすごい大事で、そこから成長できるっていうのがあるんで、私はタイに住んでる時は今みたいな感じではなくて、もう本当にタイの人たちに売れる価格帯5000円3000円4000円5000円とかの価格帯で天然石を使ったいわゆるこうハンドメイドのアクセサリーみたいなとか作ってたんですけど、それでもあのシックスセンシスっていうタイで割と一番いいホテルが、あのラグジュアリー系のホテルが あるんです、リゾートホテルが、そこのバイヤーに声かけてもらったんですね。で結局そのビジネスはあの結局なかったんですよ。なぜならチャクラのカラーに全部合わせて作ってしまって、それはちょっと対応ができなかったし、その時の自分の商品力とかブランド力とかすんごい低かったんで、自分でも分かってたんで、それはちょっとシックスセンシズにはあまり相応しくないって自分でも思ってて、やっぱり断られたんだけど、そこからそこに相応しくなるための自分を作らなければっていうなんかモチベーションになるし、そこで言われたことっていうのは結構ヒントになるんで、だからなんか断られてもダメ元でなんかどんどん見せてフィードバックもらった方が、ね、それこそ花ちゃんなんか学生の時とかからあの一緒にあのアパレルとかもですね、私たち服飾の学校なんで、もともと同級生なんです。そうそう、はい、文化服飾学院なんですけど、アクションを起こしている人とアクションを起こしてない人の差が今15年後とかになってて、やっぱり歴然とあって、出してフィードバックをもらってそれを取り入れてアップデートさせていける人と、ずっと完璧を求めてあのフィードバックをもらえない人と全然違うんですよ。それもすごいあるよね。あでもそれそうですね、なんか頭の中で理想が強くてそれにならないと出せないってなると全然進まないですね。そうだ、それであのそれでも通用する人は本当に一握りで、その人にとっての完璧なんて前田さんにとったら全然完璧じゃないかもしれないし、そう、それは全然見せてみないことには分からない。そうですね、あの前田さんも言われてたように積み重ねじゃないですけど信用じゃないけど、あの今こうでツールがね、 SNS とか常にこう発信していくものが出てるから、そういうのに自分の作品とかどん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 出していくうちにいろんな人の周りの反応が出てきて、それにこう自分の作品を見つけるんじゃないか。私の場合はその今までずっとこういう海外とか行った時にもうスナップ感覚で常に写真を撮ってるんですね。それがこの SNS の時代になって発信することによって、あ、こういう現地が行ってた、あ、あ、こんな、大変なところが行ってるんだ、そういうのが本当に可視化して目に見えてきて、見えますね。それが信用に結びついてるので、やっぱり作品っていうのも見えるところが今プラットフォームがたくさんあるので、そういうのが
そうですね。いい意味でかなり可視化されている。そうですね。私が見たときに本当なかったです。振り負けたね。私も海外ってメールでね、写真1枚送るの1000円だからね。そう、データ量が大きすぎるんだ。そうです。そうですね、全然持ち込んでいただいても、やっぱりジュエリーのことをやりたいっていう人がなんか少なくなっちゃうと僕たちもダメだなと思っているので、そんなに怖い人はいないです。怖いね。怖そうに見えるけど怖い。持ち込んでもらって、でもまあ例えばその別にうちのお店じゃなくてもこうもうちょっとこういうふうにした方がいいんじゃないかっていうアドバイスもできるし、そうですね、例えばこういう場所があるからそういうところでチャレンジできるようにちょっとこうお話してみたりとか、うん、そういうこともできたりするんで、はい、なので持ってきてください。あとはね、もう今世界が狭くなってるから、なんかあったらね、DM とかくれれば分かることは、はいって、確かに確かに本当にありがたいですね。あ、そうそう、結構 DM でやっぱりね来るんで、そこだけ丁寧にちょっとしてほしいっていう、最低限の礼儀を持っていただかないと。それはある、名前がないですね。で、私は素晴らしいと思ったのが、こちらのお二人はちゃんと名前を、誰々です、彦水野の学生誰々です、お客様とかだと全然名前入れないし、本当に多いですよ。でそのなんかそこのやっぱりその最低限の礼儀みたいなのができてるお客様はやっぱりすっごいいいお客様、だから、あ、このお二人はきっとちゃんとしている方だろうと思って、はい、入ってるぞ、入ってるぞ。そうですね。そう、それはあります、ね。情報がないと分かんないですからね。誰さって言ったら、あ、そっかって思えるし、ね、なんか自分が何者であるかっていうのをある程度こう、伝えてもらった方がいいので、はい。ありがとうございます。なんかあと、お二人学生さんがいらっしゃるんですけど、若者の、若者、むしろ若者の意見を吸収したい。いや、できそうか。なんかありますか。僕ルームスは本当に何年か、2005年ぐらい、まあ、始めた時から始めた時はね、本当に行けて、それはそのアシュペのバイヤーさんがそのルームスっていうのがあるんだよって教えてくれたんですよ。それで行ってるんですけど、でやっぱりもうすごい盛り上がってたし、まあ、僕が今お付き合いのある力のあるダンサーって大体出してたんで、やっぱりそういう時期があったっていう感じですけど、まあ、今は物理的にその展示会に人が来れないから、今その価値が、下がっていることは間違いないと思うんですけど、ただこの後、まあ、普通に展示会とか開催できるようになったら、やっぱりそういうところに来て会って話をしてつながるっていうことって結構大事なことかなっていうふうに思うんで、大事なとこはそっちですよね、結構どっちかっていうと、うん、そっちなんですよ、話が直接できるか、やっぱり DM とかでいただいて、なんかじゃあこれプロフィール見てくださいって言っても多分ね、なんかあんま伝わらないと思うので、だから SNS とかも僕嫌いではないんですけど、ちょっとある程度距離を置くようにしてて、会ってなんかこの人あったかいなとか、この人は独自の切り口があるなっていうのって、物を見ただけだとやっぱ分かんなかったりするんですよね。物だけだとやっぱりなんかこういい感じにするってことってできるじゃないですか。だからそこを最終的には見極めをしないといけないと思っているので、だからそのシチュエーションによってはやっぱり出した方がいいかもしれないですね。今は出す必要はないと思いますけど、今この状態で出す必要はないし、今は自分のファンをどれぐらい、まず例えばお友達とかかもしれないし、でもお友達が一巡したらそれはそれで終わってしまうので、次にファンになってくれる人っていうのを増やすにはどうすればいいかっていうことで考えると思います。僕まさに今このオンラインだけになったじゃないですか、だから出したんですよ、はい、でどういう反応があるのかを逆に見たくて、あ、展示会に出してる、だから今日ルームスのやつで、それで今後どういう反応があるのか、だとそれを伝えることもできるので、聞いていただければこういう反応がありましたので実験としてはなかなか面白い金額で払って面白い実験ができるから僕は楽しみです。あ、そうですね、出店料もあるからね。でもなんか結構その出店するってなって、例えばこういうギャラリー借りてやるとかも、その例えばデパートの G ケースを全部埋めるとかも、
そのやってみて初めてディスプレイのクオリティとか世界観作りのクオリティとかいうところまでこう考えが及ぶようになるっていうか、インスタの写真の中だけではこのぐらいで写真撮れば作り込めるんですけど、それのそのなんか幅が広がるっていうのがあるから、やっぱその物理的な展示会なりそういうのに出るっていうのは絶対に、まあ、私はやらないと決めてたんですけど、なんかあのギャラリー借りるとかでもやった方がよくて、ただ私はその、展示会、そのルームスとかニュージュエリーとかっていう展示会に出るっていうのはコストかかるし、まあ、そのための労力がかかるじゃないですか。それよりは自分のブランド力を上げる方に注力しようと思って一切出ないって決めて、最初 2,3 年はすごい常に夫婦喧嘩をしてて、それでなんかビジネス的に考えたら商品はあるんだからその売るための営業活動をした方が絶対にいいだろうっていう、その、まあ、ビジネスマインドの夫がいるんですけど、私はどちらかというとあのそういうところに出なくってもあの気づく人は気づくだろうって思っていたんですね。でそれで最初に声をかけてくださったのがドラマを立ち上げたあのディレクターさんで、その時は取り扱いなかったんですけど、やっぱりその1年後にまたドラマさんが声をかけていただいて、ブリゴさんが声をかけていただいてっていう感じで、なのでその人のなんかその考えやモチベーション次第で、どの、 あの段階にいるのか次第とかもあると思うけど、なんか成田さん前にもあれなんですけど、私がもし自分がセレクトショップやってたら、はい、結構そのルームスとかに出てくる前の才能のある子たちを発掘したいって思っちゃうから、だからそのインスタとかで学生さんとかですごいセンスあるけどやっぱクオリティがまだなのかなとか、そういう子を発掘して世に花開く前にあの取り扱いたいって思うタイプだから、なんかどっちがいいですかっていうよりは両方しっかりやった方が私は良いと思います。どっちも一長一短ある、ね、うん、一長一短ある。あとは自分にこう合ってる合ってないもある。なんか接客が好きでそのこの自分の作品のことをすごい語れる人とかだったらやっぱ展示会立つとすごいお客さんつくし、でも写真とか林さんとか写真とかで語れる人はそういうところで世界観を作った方があの伝わるしみたいな、うん、っていうのありますね。で私はなんか結構怖いと思われてて、あの SNS 上っていうかブログとか書くと割となんかカチッとしたことを書いたりするから、で YouTube 始めたらあ、もみさんってこんな人だったんですねみたいな結構イメージが変わったりとか、まあ、そういうのも SNS だと作ってしまった私のイメージをとかと展示会で見せるイメージが違うんだと思うんで、両方でも両今年だったら両方やった方がいいですよね。だから一回お金貯めて出してみてどう感じるのか、うん、自分がね、そうですね。だからやらずに怖がって挑戦しないのが一番ダメで、挑戦していっぱい失敗していいんですよ。で失敗がいってしか得ることなくて、成功して得ることってただ調子に乗るだけなんですよ、一過性で。だからいっぱい失敗していいし、あの20代の失敗に何も痛くないから、本当何も痛くない、何だったんだあれはっていう感じ、あ、なんであんな落ち込んでたのみたいな、かすり傷ですよね本当そう思う。そうそうそう、そうですね、失敗することがいい。だってプロの野球選手でも3割打ったらすごいんですよ。で素人が1割打てたらすごいんですよ。だからそんな打てるわけないから、とりあえず失敗してチャンスに一歩ずつ近づいていくって、そこをブラッシュアップと していくっていうのをやっていけば、あのいつか何かにぶち当たるし、暴れてないとは何も簡単につかないから。そうですね、そうだと思います。はい、ありがとうございます。誰からいけますか、この難しい質問に。どうぞ。ここは結構割とロマンチストなんで、そのジュエリーの仕事をなぜ選んだかっていうことに関して言うと、そのもう古代の人から今の人までずっと送信具を身につけているんで、なんかこう最近スマホ作ってる人とか最近できた仕事だと思うんですけど、なんか昔からずっとつながってる仕事だなっていう感じがあって、それがすごくいいなっていうふうに思ってるっていうところですかね。歴史が好きな感じが伝わってきますね。だから営み感っていうのがあるんですよ。そういう自然っていうか、なんかそのなんかいろいろつけてると不自然っていう人いるじゃないですか。なんかあんまつけない方がナチュラルじゃないのみたいな人いるんですけど、いやそうじゃないですよっていうことを、まあ、僕は言いたいので、ま
そのためにやってるっていう感じですね。どうですか。僕はジュエリーを作ってるっていうか、こうほぼ持ってない人なので、さっき言ったようにフィルターを作ってるっていう、ね、まさにそのフィルターを作ってるのがあって、うん、そこで宝石を使ってるのは、宝石って地球の唯一のかけらを身につけれることだと思うんですよね。だって地球そのまんまなんですよ、あれって。の美しいかけらをただつけてるって、なんて夢があるんだろうって。超ロマンチスト。ただただ楽しいですよね。はい、だって地球ここにあるんですよ。パネって思いません。そうそう、だからやっぱ星とか月とか太陽とか、まあ、光が人間にとって多分その生まれてから初めて見る光景がっていうのがあるじゃないですか。そういうものを感じることができるから、あの要するに世界を感じることができるということだと思うんですよね。その宝石とかが地球を感じてるんですね、お二人は。僕はそうですね。すごい。僕は地球のだけかもしれないけど。ああ、そうなんですか。そうですね。あんまり女性は感じてないですか、そういうこと。いや、私もまた全然タイプが違うっていうか、私は、まあ、ジュエリーっていうか仕事イコール自己表現だと思ってるんですよ。この間ラジオでちょうど同じトピックスだったけど、で別にジュエリーである必要は なかったんですけど、なんかそのいろいろな縁とかで、あの服飾行ったけどアパレルではなく、最終的に石にたどり着いているんですけど今は。ただその自分にとってはおそらくこの仕事っていうのが自己表現で、そのこういう商品を作りたいとか、なんかお客様に届けたいとか、そういうことは細々パーツとしてはあるんですけど、多分全体的にはこの、例えばギャラリーを借りてこういうふうに展示する、例えば文章ではこういうふうに伝えるとか、写真ではこういうふうにするっていう、その全部の世界観が結局は自己表現になってて、でおそらくその自己表現ができるかどうかと、それに対する承認欲求みたいなので、どういうふうに人に見られるかっていうところが、多分私の場合はある。だからこれをなんかこのジュエリーをが結構なんか分身的な感じがあって、だから別に例えばアーティストとして絵を描いている人は絵という、うん、媒体を使っている、私はそれをジュエリーという媒体を使っているみたいな、そんな感じなんですよ。なんかそんなロマンチストじゃありません。そうそう、そういう感じです。扱ってる人はロマンチストでもいいんだけど、やっぱりそういう風なその自分の自分イコールみたいな人のものを取り扱いたいと思います。ああ、それじゃあ最終的に答えが出たら出ますかね、問題配信がなくなって。そうですね、うん。